はい、どうも、あずまねねがです。ねえ、まこ、ちょっと、はい。一個ちょっと最近、鼻を切らして思ってることあるよね、俺ら。ありますね。これ何かと言いますと、鼻を乗ってる車なんですよ。それは、ありますね。じゃあもう、これ、これかな、これかな。なんか30万ぐらいの車なんですよ。それでもう15万キロやってて、何がやばいかって、もう後ろのドアが開かへんっていう。もうどうしてもね、僕たちその車を買い替えさせたいということで、今回用意した企画なんですけども、大物 YouTuber に聞いてみた、鼻緒に乗ってほしい車は何僕も11名の大物 YouTuber の方々に、鼻緒に乗ってほしい車は何って、まぁ、直接聞いたり電話で聞いたりしていきました。この中にもうね、そのくじが入ってるんですけど、それを鼻緒が1個ほんまにランダムに引いて、くじで引いたやつを買わないといけないという、鼻緒に車を買い替えさせたいと思います。というわけで、Make it possible with 四駆。坂道でね、何も、うん、何もアクセルとかブレーキとか何も踏まなかったら、絶対下に。来た。右下のガムで。右下のガム。やばいやばい。ほら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 。何撮ってんの？何撮ってんの？撮らないよ。高いんだ。何？すいません、こちらの車なんですけど、ちょっと車検引っかかりそうなんで、ちょっとチェックしたいんですけど、どれぐらい乗られてますこの車？これまだ1年半ぐらいで。まず何撮ってんの、許可なく人の家の前で。まずこれこれまずこれで、別に用ない、まずこれね、別に用ない。いやいや、パッタム BMW です。確かパッタム BMW で、これね、でこれ何これ、チロン、これ何これ、これはこれはやばい、これは聞いて、これはあれですよ、あれです、はい、ということで連行します。はい、ポケモンシール見てへんやんけ、お前これ、ほら。これ、あ、確かに。はい、ということで、鼻緒、車買うー、完成ー。いや、これいけるやろ。はい、そういうことで、今回鼻緒さん買わないといけないという、そういうロジックになっております。じゃあ、ラインナップ、見ていきますか。ラインナップその1。お、オルタナチャンネル。おお、ありがとうございます。オルタナちゃんと貼ってるのか。モンスターボールのよ。この香川のね、UFS の。あ、これ、この時。僕も見た時じゃないですけど。香川の UFS の時。何か。一発目なんですけど。あ、そうです。この完全一発目です、この企画の。うん。じゃあオルタナさんからいきますか。いや、やっぱ花尾くん面白い方がいいと思うから。あ、そうね。はい。移動販売車。そういうことか。いきなり来たな、移動販売車。内藤さんは移動販売車でございます。いや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 、ほんとふざけとんな。企画もできるし移動もできる、これ最強やん、素晴らしい車やんっていう。僕なこと言ってくんねえじゃねえか。で、ジャパさんがこれです。じゃあジャパさんなんかありますか。僕はトゥクトゥクで。いいね、いいね、全然トゥクトゥク。シムジャパさんが乗ってくださいよ、それは。ジャパさんトゥクトゥクです。俺に押し付けないでください、それは。じゃあ続きまして、水溜りボンド、トミーとカンタ、ユーフェス行ったんでね。ユーフェスの時にバーッと。もうすごい大物ばっかりですよ、ほんまに。今あいつが乗ってるボクシーが、もう、車体価格11万のマジヤバいやつなんですよ。なるほど。だからもう俺が買えろって言って、でも買えるならせっかくやから企画にしようっていう感じなんです。じゃあボクシーで。あ、普通にシンプルで。いや、ありがとうございます。じゃあ続きまして、カンタ君。はい。いや、カンタ君も。じゃあフェラーリで。カンタが言うよ、そっち。じゃあフェラーリで。フェラーリって言って、フェラーリオッケーなんだ。フェラーリオッケーじゃねえよ。オッケーじゃねえよ。絶対なんだ、それは。僕は悪くないですもんね、今。今の悪くないです、全然全然悪くないです。はい、これ絶対フェラーリ引いたらフェラーリ買ってよ。いやいや、無理やべ。絶対伊藤さん、この香川は雪犬いましたよね。雪犬もね、今言っときます。はい、雪犬は、はい、絶対尖ってるやん、あいつ。でも長距離トラック。鈴じゃねえんだ。これ免許持ってない。免許まず運転できるところだよ。それほんまに。軽トラだといけるんですよね。軽トラはいけると思います。軽トラにしてよ。ということで、
長距離トラックやと免許持ってなくて運転できひん、はいはい、だから軽トラっていうロジックが組まれました。ロジックなさやけど、はい、あのフェラーリより全然バシッ。もうみんなチョケにチョケタを襲って、いやいやさチョケにチョケタ爆弾しかない、ボクシーだけやんほんま唯一。はい、続きまして6人目北口フェルト聞きました。あははは、似てる似てる。じゃあポルシェとか出てないならどうする。ああ、ポルシェ出てません。ポルシェ出てないので。ポルシェね。あはははとか言ってんちゃうでお前。なんなんみんな。みんな。みんな他人事やと思ってよ。続きまして、この方です。はぁ。続きまして、この方。お前、やってんな、お前。エンゼルフレンチさんです。なんか、ガチで鼻緒に乗ってほしい車ってあります？まあやっぱ俺が炎上した時のために消防車かな。消防車って結構高いわけ。変な人で消防車の値段って。消防車の値段知らないです。初めて聞いた。基本的に安くても2000万ぐらいかも。なんで知ってんねん。なんで知ってんねん。1億ぐらいじゃなくて、あの、8号車になるから。いや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 、いっちゃん高級車やったよ。 YouTuber が炎上した時のために鼻をそれ持っとけば、まあ、駆けつけてネタにもできるし。マジレナクション何言ってんねん。マジレナクション何言ってんねん。ヒカルさんのボール取っちゃったらあなた2億ぐらいなくなる可能性ある。いや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 、お前さ。俺自害するしかないんやけど、それ引いたらやばい。はい、ということでえっちゃー、えっちゃん。私ね、単純にスポーツカーとかかっこいい車好きなんで。はいはいはい、シルビア。あんま分からんけど、まあ正直一番マシよね。あの、僕が大好きな人です、これ。ドゥン。呼び乗りで。答え。お前それ著作権。答え完全著作権違反しますけど。名探偵コナンで、はい、あの一番事件にあってる車って何か知ってます？巻き込まれてる。もうこの車だったら大体事件が1個起きるっていう車があって。黒いバン。いやいや、まあ、それは関型の方。最初の事件、それは。それが、アガサ博士の車。あれが、フォルクスワーゲン。作中ではビートルって言われてるやつですね。はいはい、そう、あの色は必ず黄色で。目立つな、家割れ不可避やん。はい、ということで、次、伊沢くん。伊沢くんにも聞きました。ある程度今回は丸いところで勘弁しましょう。アルファードあたりでどうですか？アルファードね。おー、アルファード名前の由来は一等星のアルファ星、星座のアルファ星にちなんでるんで。あー、なるほど。まあ要するに集団の中で一番明るいっていうことですね。あー、そういう存在であってほしいっていう花輪がね。まあそんなこともないですけどね。あ、そんなこともないということで、はい、ということで伊沢くんはアルファードということで。タクシーってことあると思ったわ。ということで、でも伊沢くんはどっちかというと都民寄りでだいぶマシな方。そうですね。でまあマシな方の希望は出てきたな。ということで最後の大物 YouTuber、 まこさん、これ大物っすよね。よう連絡取れたなっていう。いや、そのレベル、そのレベルマジで。そのレベル鎌田社長。ああ、まだ、あ、もうちょい上かもしれん。逆に当たらんと思う、これ。東大元暮らしとか。マジ逆に当たらんと思う。はい、いきます、せーの。こんなしないよ、この顔。これ、誰よりも YouTuber あるよ、大物の。勝手にそういうキャラ仕立て上げてディスるっていう。YouTube やりたい。YouTube やりたい。全然。想定外すぎて、東大元暮らしどころじゃないの、お前。でも、眼中になかったよ。アウトオブ眼中ね。どうしよっかなぁ。ブラッティシロンとかでいいんじゃん、2億くらいするけど。お前なんで知ってんの、そんな車。何これ、すげえかっこいい。ということで、まあ整理すると、はい、という11のラインナップの中から1台が決まると。いやもうさ、シビアすぎるやろこれ。練習で一回引いてみて。練習で引きますよ。一回これ練習で引いてみ、マジで。いやこれマジ仮にね、引きますよ。はい、これ、せーの、デン、フェルト、ポルシェ。人生終わってたわ。練習って言ってなかったら死んでたわ。いやいやいや、これはもう排除。もうポルシェはなくなった。ああ、今回のルール、お気づきになりました？あ、なんかあった。今回のルールなんですけど、はい、10回引いて、最後に残った1個が答えっていう感じです、はい、で最後まで1個残ったやつを買わなあかんっていう。ああ、そういうことですね。わかりました。じゃあいきますよ。はい、じゃあ2個目、次は、こいつだ。せーの、ドン。おー、消防車。消防車ではなかった。消防車ではないですね、さっきからさ。
炎上したら自分でなんとかしてくださいということで、じゃあ次ね、3つ引きします。一気に一気に、あ、3つ引く、はい、じゃあ次、3つ引きます、はい、いっせーのーめ、えい、トミー、ボクシーな、ボクシー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 なくなったと、移動販売車と、移動販売車と渋谷、あーなくなった、いや、この2つまだマシやったので、あ、もうほぼほぼ買える車ないんやけど、いやでも軽トラアルファードはいけんじゃん。まあ正直狙い目としては最終トゥクトゥクアルファードに結構あるな。じゃあ次ニコヘラに聞きます。ニコ引こう、ニコ引きましょう。はい、あ、せーの、ドン、誰誰誰誰、あー、すごい、トゥクトゥク、トゥクトゥク、あーあーお前犯罪、お前、いやー犯罪来い、じゃあ行こう、次2引こんじゃん、出てこいや、もうせーの、ドン、読み直り、ハンダ出てきた、ハンダが出てきました。だいぶ耐えたくない。え、でも残ってんの何か覚えてます？カンタと、うん、タクシーに、アルファードも言うて俺にとっては全然高いしな。まあだって400くらいするからね、300、価値観バグってるよ。だからさ、みんなもさ、頭おかしい車ばっか言うからさじゃあ最後、これ引いた方じゃない、残った方を買うってことね。じゃあ俺、じゃあ残った方引くわ。俺できればカンタ引きたいというところ。そういうことやね。俺が伊沢くん引いてたらアルファード、俺がカンタくん引いてたらフェラーリを買うっていうことが決まるんで。これー、あー、カンタパワーをくれ、カンタ、カンタ、はい、はい、はい、つみたいな、積分、積水ハウスみたいな、積分、積分ハウス、積分ハウス、はい、じゃあ決めます。はい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 、頼む、一斉の腕で渡しましょう。はい、一斉ので、じゃあフェラーリで、これ絶対フェラーリ引いたらフェラーリ買ったよ。アルファードあたりでどうですか。アルファードね、まあ、そんなこともないですけどね。一せーので、いでよカンタ、よっしゃということで、花尾アルファード購入決定。入れた、いや、運強すぎるやろ俺マジでうわー、うわー怖かったー、あいや、マジ魂が抜けた。よし、これでアルファードが買えるぞ。間違いないか見といてください。アルファードもお支払いをも今日、あ、今日でも大丈夫です。で大丈夫ですか。はい、はい。